今回はですね、大手勝代さん、将棋士の方にですね、ドキュメンタリーを撮ってるんですけど、まあ、そろそろいらっしゃると思うんですけど、ちょっと待ってみましょうかね。こんにちは。あ、こんにちは。会場ここですかね。あ、今日の会場はこちらになってます。よろしくお願いしまよろしくお願いします。す。暑いですね、今日も。そうですね。こちら、商業の大手勝代さんです。よろしくお願いし今ま回よろす。しくお願いしよまろしくお願いす。します。今日はですね、はい。将棋の楽しさと、僕が目指しているところを、はい。一日密着ということで、はい。捉えるということなんで、はい。まあちょっと、将棋っていうのは意外と時間かかるものなんですけど、はい。まあ要所要所押さえて、まあ動画、撮らせていただきたいと思います。はい。よろしくお願いしよまろしくお願いす。します。僕ですけど、はい。ちょっと一曲してみますか。あ、一曲、はいいい。ですか？はい、お願いします。僕いつも常備してるんですよね。あ、商業ですか？はい。ちょっと、あ、一つ聞いてもいいですかはね？い。その、額にある将棋は何ですか、これ。あ、これ生まれた時から。生まれた時からですか？生まれた時からそんな、もう取れないですね、これは。あ、取れないんですか？天性の将棋士ならではの。最初ほくろかと思ってたんですけど。あ、これがほくろに見えますか？将棋の駒はい。になってましたね。取れません。あ、取れません。取れないんですよ。はい。じゃあ早速。はい。一応将棋盤の上に神様がいるので、はい。一礼は大事なんで。あ、あ、最一初。緒にしてもらっていいですあ、か？私もですか？はい。で、それでは、はい。将棋の駒、あるので、はい。まあ、一緒に並べていきましょうか。はい。額の駒が取れたのに、何事もなかったかのように行動する男。僕、将棋のルールって知らないんですよあ、ね。知らない。はい。わからないんあ、ですよ。そうなんですはね。ああ、じゃあ、一つ一つ教えていかないといけないんですね。い。はい。あ、わかりました。すいません。まあ、これ、歩は、こはの、い。三段目の、こはい。の、ここに全て並べてください。はい、わかりました。あ、手洗われてます？手洗ってません。ちょっと汚い手で触られていほや、しくないんですよね。僕、まだ。これ一つ一つ神様ついてるんで。ああ。ちゃんと、はい。神社に行って、はい。水あるじゃないですか。ああ、ええ。あれ使ってください。水道の水ってあ、ダメです。ダメですか？ダメであ、す。すいません。じゃあ、ちょっと僕触りませんので。あ、すいません。ちょっと、将棋連盟の方からおはい。電話が。もしもし？ああ、ちょっと撮影中だから切るね。はい。はい。母親でした。あ、大丈夫ですか？あ、大丈夫ですか？あ、あ、ちょっと。取れないんですよ。ああ、取れとかね。はい。一応、病院の方には行って、はい。手術で取れないかと、はい。聞いたんですが、はい。難しいと。ちょっこれと取ると死ぬらしいです、僕。あ、本当ですはい。か？この将棋の駒が取れたら死ぬというならば、3回程度は軽く死んでるレベルだ。え、確定しちゃそう。んなんでいいんですか？ああ、まあ、どっちでもいいです。ああ、そうですか。あなたが言うなら間違いないまあ、です。どっちでもいいですよ。まあ、好きな方に。はい。ちょっとまあ、素人だっていうことなんで、はい。ちょっと今からプロのね、はい。方は何人かとやっていきますので、はい。僕はまだ一度も負けたことないんですよ。はい。まあ、無どれ敗だの。け、どれぐらいのレベルなのかっていうのを、はい。ちょっと今さっき手抜いたんですよね、正直。ああ、本当ですか？もうこの状況でですね。はい。あ、大丈夫ですか？大丈夫です。ああ、はい。じゃあやっていきます。はい。お願いします。参りました。参りました。この時彼は負けました。あ、すみません。スタッフともども、お食事にお誘いいただきありがとうございやます。いやいや、今日はもういっぱい食べてください。はい。ここになんで。一つまず先に伺いたいんですけど、はい。食事中にも将棋を売ってるんですか？いや、そうですね。やっぱり来週大事な大会なんで、はい。場面場面の、はい。考えをちょっと、一応ですね、はい。やっとかないと、はい。来週分かんなくなっちゃうんで。ああ。食事中ですけど、すいません。申し訳ないです。はい。で、いきなりですけど、はい。
インタビューというか質問をいくつかしてもら、はい、してもいいですかね。はい、まず一番好きな駒というか駒、はい、まあ、名前というか、はい、は何ですかね。ですね、僕が一番好きな駒は歩です。歩、はい、一番弱いと思われがちなんですけど、はい、歩が敵陣地に入った時何に変わると思いますか。はい、とです。いや、金です。あ、金ですね。あ、すいません、すいません、無知でした。金になると、はい、すいません、ごめんなさい。金になるんですね。はい、一番強くなるんですよ。ああ、はい、王より一番強い。ああ、本当ですか。はい、はい、あ、王の次ですね、すいません。あ、なのでね、この歩をどれだけ活かせるかが将棋の、はい、見どころになると思うんですよね。はい、やっぱりいろんな戦術があると思うんですけど、はい、私はその、まあ、戦ってる中で、はい、もう瞬時に、何百通りある戦術を、はい、中からそこの中から一つを選ぶ、はい、導き出す、それが大変なんで、はい、やっぱり食事中でもやっぱりお風呂の中でも僕言ってます、将棋。本当ですか。すいません、お風呂ですか。はい、スタッフ笑ってるんですけど。あ、すいません、ちょっと言っときます。あ、ちょっとすいません、ちょっとあのやめてもらって、インタビュー中なんで。すいません、まあ、すいません、帰らせてもらっていいですか。あ、すいません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 、失礼します。すいません、あと払っときますんで。大手さん、今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。でもさっきのちょっと食事なんですけど、はい、あのスタッフの人たちにはしっかり言っとってください。はい、あ、すいません、はい、自分から言っときますんで。まあ今後ね、また僕テレビに出ると思うんで、はい、まあその時はまあ何でも聞いてください。はい、ところで今何をされてるんですか。今ね、ちょっと勉強というか将棋の勉強してますね。はいはい、ちょっと覗いてもいいですか。はい、あ、ちょっとこれはよくないです。将棋モテる、将棋モテる、モテたいんです。あの、もしかしてですけど、将棋を始めたきっかけっていうのは。女子になると結婚するためです。そういう感じで世界を目指してるんですか。もうよくないですか。やめてください、もう今日やめましょう、もう。あ、わかりました。そしたら失礼ですよ、本当に。あなたたちスタッフやら、はい、これ流さないでくださいね。どこの NHK ですか、あなたたち。いや、僕たち FBS? いや、九州チャンネルです。九州チャンネル